初期のライバルだった101列拳の竹月雄が両方に対して相撲で自分の実力をちゃんとその喧嘩では負けるかもしれないけど相撲では勝つっていうあのプライドの見せ方みたいなやつに魂を打たれてるからもうずっとなんですよこれみんなずっとなんだよずっとだし1分前にエアマスターの話始まっちゃって村上氏と僕が大好きなもんだからここでこんなに盛り上がるなんて全然まだまだナルトの話したっていい本当ですか、うん、もしかしたらあの本に入ってるかもしれないんでナルトの話っていうのそれは出版社的にどうなの好きなお笑い芸人の話まではトークテーマとして作家が書く意味も分かるんですけど、はい、そのホビージャパンでやってるやつでトークテーマナルトの話はいよいよ意味分かんないと思うんで、タイトルコールお願いします桑原ゆうき青木ゆうまのおしゃべりな本棚アットライブ無駄にしてやろうびっくりしてこのタイトルコールをあまりにもしないで、はい、スムーズに喋ってたんで、はい、多分途中から始まっちゃったって思ってる人もいる ありますよねたまに配信とかでね、はい、ニュって途中からそんな間違えてもしっかりスタッフが5!4! でもでもおかしいおかしいしっかりカウントダウン受けてでもって言ったでもそして見てくださいあそうだ皆さん、はい、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン浮かれております。そうですよ、浮かれておりますか桑原さん。浮かれておりますよ。ハロウィン大好きですもんね。そうですか、ね、1年で一番好きだそうですか、あんま言ったことない。ずっと言ってました。言ってないハロウィン楽しみだわっつってどっちかというとうっていう方のタイプ。1ヶ月準備してこれですもん。違いますよ違いますよ、いろいろあった中でこのちょっと日和気味のやつを選んだんですがっかりです。なんで僕だからこの今日ホビージャパン来たタイミングで青木さん今日ちょっとハロウィンの仮装用意してあるんで何かしてくださいねって言われて、はい、うんうん、桑原さんとその共有で4つぐらい用意されててどれか1個選んでくださいって言われてたわけですよ、はい、で桑原さん何つけてくるか分かんないけども、はい、その4つ用意されてる中でどれかを選ぶかによってそのひよってるかひよってないかが分かるわけです、はい、で桑原さんのチョイスがその残った3つが、はい、何なのかによってそれが分かる。先にこの魔女の帽子、これが攻めてるのかどうかが分かるっていうので上がってみたらもう角だの耳だの選び放題なのに桑原さんがその一番なんか何でもないその LINE のスタンプみたいなやつ選んで無課金のね、無課金のやつ俺めちゃめちゃ課金してるその後初期アバター初期アバター俺一方で赤い角つけてさ、せっかくだからもうメイクさんにアイメイクバキバキにしてもらってさね、皆さん気づいたですかねこのアイメイク豚にしてやろうかそうなんですよ、ハロウィン仕様になってて、人生で初めてでこんなにハロウィンをちゃんとハロウィンに向き合ったまさに今日ですからね。今日だから、そうそうそう、はい、この番組は HJ 文庫、HJ ノベルス、コミックファイアのレベル、そしてテレビアニメ作品を盛り上げるための生配信番組となっております。思い出した10月の31日、ハロウィン当日でございます。そうです、うん、なんかハロウィンっぽいことありましたか。ハロウィンっぽいこと、難しいこと言いましたねでも今日なんですかね、昨日なんですかね。土日だったのがその昨日一昨日だったからですかね。街はひどいことになってたんじゃないですか。なってたんですかね。もうそれは今年散々たることになってたあのもみくちゃんみたいな映像を見てないんですけど、うん、なってたんですかね。なってんすかね。もう一秒もその見てないんですよ。そうですよね。なんか毎年出るじゃないですか、今年の様子みたいな。そう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 、あれ出てました。なんか出てないような。桑原さんはだってさ、もう本当にもういろんなとこ行ってましたもん、ね、いろんなとこ行ってて飛行機とか乗ってるので、うん、ちょっと通信が途絶えて、うん、なんか見てなかったり。桑原さんこのハロウィン期間というかこの金土日くらいの間、うん、もう1秒も街にいなかったでしょそうです、ずっとふわふわ宇宙に浮いた状態ふわふわしてました。すごくてましたもん、ね、山登ったり。そうです、ね、北九州行ったりとか。あ、やってました、ね、やってました。なのでこの東京の様子がわからないという状況なんですけど、僕今日お昼、はい、てか今日仕事これだけでもう最高の一日だったんです、ね、はい、最高です。もう昼の3時4時ぐらいに犬の散歩を外させて、いやめっちゃいい、今日天気良かったし、めちゃめちゃ気持ちいい空の下散歩してたら、その住宅街なんですけど、はいはい、ちょうど小中学校の下校の時間とタイミングをかぶって、はい、俺の前を鬼殺隊と、はい、アーニャのスパイファミリーの制服着てる男の子と女の子が小学校帰りに歩いてて、めっちゃ可愛い、めっちゃ心当たる。ああなんか炭治郎的なやつとアーニャ的なやつだなと思っておじさんニコニコしてたら、ちょうどその歩いてるのがその小学生2人の後ろから、俺の後ろから女子中学生の多分オタクの子の2人組が歩いてきて、あれは
善逸だねあ、炭治郎じゃなかったっていうのまずは、あ、隣が、あーにゃ、いや、ベッキーだねっつってあの着こなしと着崩しから別キャラであることを後ろのオタク女子中学生が当ててて、あ、すごい、なんかオタクもまだまだ捨てちゃうんじゃねえなって思ったのが青木さんのハロウィンそんなハロウィンがあったとは、そんなでしたね、はい、ということでございましてですね、はい、ハロウィントークも済ませたところで、この番組の天の声的なあの人を呼んでみましょう、YouTube の皆様もコメントでぜひご参加くださいね、はい、せーの、村上氏。はい、どうも皆さんこんにちは、ホビジャパン村上です。はい、よろしくお願いいたします。村上氏早く呼び込んでくださいよ。ごめんめちゃくちゃハロウィンの話してるめちゃ盛り上がりたかったもんね。そうそうそう、ごめん山下の話したかったなそっか、呼び込んでないから話さないでくれてたんだ。そうですよ、ごめん、ちゃんとルール守ってんのにいっぱい話しかけて、としてはほら、そうだから、ね、呼び込んでっていう、ちゃんとルール守ってくれてたんだ、ありがとうありがとう。山下の話番組終わった後2時間ぐらいその後もしっかりしましょう。世の中が落ち着いたタイミングで飲みに行こう。飲みに行こう。山下会しましょう。聞いたことない俺とお前以外に誰がいるんだよエアマスター会に確かに、はい、ということでございましてですね、村上氏も一緒にハロウィンの思い出とかある？ハロウィンはね、ハロウィンやった？いや、やってない。やらないよね。いや、てかハロウィンって最近ですよ。だってそうそう、あー確かに。だって俺が子供の頃ハロウィンってジャック・オー・ランタン、うんうん、あのあれとなんかこう、あのそれこそなんか漫画読んでて、うん、あのアリアとかアクアとか書いてる天野梢先生の昔書いてたロマンクラブっていう漫画にその逸話が出てきて、うん、ハロウィンというお祭りの逸話が出てきて、あるんやでっていうね。そう、それで初めて知ったぐらいで全然コスプレのお祭りじゃなかったの。そうですね、なんか全然エピソードないな。いや、いや、まだエピソードまだエピソードトークじゃなくていいまだこれ聞いてないんだけど。確かに、そうですね、それぞれのハロウィン感だけ喋れればいいんだ全然、はい。でも皆さんにはあの見えてないんですけど、あの村上さんの猫耳については触れないです。あ、本当だ。いやいやいや、あれなんで言わないんだろうってずっと。去年からこうじゃなかったっけ。いや違いますよ、こんなやつやばいでしょ。そう、スーツ着て猫耳つけてるサラリーマンやばすぎるでしょ。行かれてるわ。あ、でもなんか日本社会も寛容になったんだなって。獣人族が当たり前のように日本社会で働く世の中。そうだとしたらビースターズみたいな感じだそ, それはそれ。いや似合う似合う似合う。生えてるんです、馴染みすぎて。そう、黒髪に黒猫のやつがついてるせいで、はい、なんかそういう生き物みたいな。そういう生き物。後でこっから上の写真撮らせて。あ、そうなんですね。生えてるんですよ、ね、どういう気持ち。似合う似合う似合う。進行していきましょうか。とにかく今日はハロウィンムードたっぷりで、あ、ハロウィンムードたっぷりは嘘です、オープニングでもう終わりです以降はテーマトークなのであんま関係ないです。さて、番組では生放送、生配信ですので皆さんからのコメントもお待ちしております。はい、はい、ということで YouTube のコメント欄や、また Twitter ハッシュタグ HJ おしゃほんでお願いします。はい、あ、来ましたよ。こちらですね、桑原勇樹と2枚のフリップの登場だ。励ましいフリップ桑原フリップでございますよ。お願いします。お家芸でございます。あ、そうか、あ、そうそう、帽子があるんで縦がねちょっとね難しい。お願いします。もうこれファンが、桑原勇樹ダブルフリップイリュージョンファンが増え始めてますから。お願いしますね。桑原勇樹の108つある必殺技のうちの一つダブルフリップイリュージョンです残り107個も見れるんでしょうか、どっかのタイミングで。今日はそれ何なんですか、何顔が隠れてる時間が長いなこちらにお願いしますね。曲1枚でことたりの時間でしたなんで2枚あるんだっていうね。これよりカメラにやっておきます。よりカメラに、いけるいけるいける、お願いします。ニュッとニュッと出るぞ。勇気がニュッと出ない、ニュッと出ない。あ、すっごいなんかあのパチンコみたいな。ちょっと躊躇したんですか。HJ の番組で好き勝手他社のコンテンツとかの例えをしすぎて、別のそのゲームのニコ生でパチンコ例えめっちゃして怒られた日そういうこともあるんですね、やっぱね。カンペでしっかりパチンコの話やめましょうって言っちゃったで迷った。でも HJ は大丈夫だったこんなあったかいゲームは。そうですね、あの僕らはこの後怒られる可能性があるんで、怒られたら次回言いますあとここ開いたらナルトって書いてあるかもしれない、オビジャパンの公式番組で怒られ案件がでですね、あの、はいはい、ハッシュタグといえばですね、はい、前回プレゼントキャンペーン実施したの覚えてらっしゃいますでしょうか。そうなのです。番組の感想通訳とみたいなやつもうちょっとやりますか、大丈夫か。せっかくだから俺のアイメイク楽しみ
こちらですね、当選者を決定いたしました。決定してる、はいはいはい、はい、こちらで、発表したいと思いますので、小原さんの方からお願いします。はい、サイン入り T シャツが当選されたのはダララ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 ラいけます。いけますか。あのベースやってる人がベース音だけで当てた回があったりとか。伝説回ですね。あれよね。フレンドパークの話だ。フレンドパーク。じゃあ走りますね、ちょっと。クイズの方お願いします。私空気入れますね。別のゲームをそれぞれやってるわ。一向に誰が当たったのかがわからないけどね。発表しましょうね。発表しましょう。はい。いきます。ドゥルル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 おめでとうございます。はい、うん、T シャツが大岡さんで、うん、続いてサイン入りタペストリーが当選されたのは、うん、ドラマロールじゃないわフレンドパークメインの時間。シュ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 、関口博士です。関口博士、ここまでの斜めではないよね。ドゥ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 、これ何、ね、これ何のゲーム。これはあの空気入れて恐竜 の, あの上からシュルルルルルタイミングでこうするやつだ。フレンドパークだ。あとピザ入れた穴に懐かしい、なんか口にピザ入れてくやつ。そばをこうやって運ぶ。あれ違うんですよ、自分で撒いた種だけど。あの後ろに乗ってるやつがそば持ってて、前に乗ってるやつが運転するやつ。まず二血しちゃダメだよね、そば運ぶときにね。落としたらやり直すやつ。違うんです。違うの、違うんだ。サイン入りタペストリーが当選されたのはこちら、すぐやさんかな。おめでとうございます。漢字がね、おめでとうございます。漢字がの紡ぐ、ね、糸編に方向の方、はい、紡ぐ、日進棒の棒、そうに夜と書いて、はい、すぐやさん、すぐやさんでいいだと思われます。はい、これをつぐやさんって読むのが一番かっこいいと。つぐやだと思っております。違ったらすみません。はい、じゃあせっかくなんで、はい、いただいた感想をご紹介しましょうかね。はい、ご紹介しますね。はい、まずは大岡さんからですね。アイシアの抱き枕ずっと持ってるの可愛かったです。あ、私持ってましたね。ここにそうそうそう、ずっとここに横たわってる状態だった。すごい触り心地が良かったもので、あとは青木さんのツッコミや話し方と。ゆうか元気な感じもなんか好きです。俺36歳にもあってまだそんな通知表みたいなこと言われる。元気でよかったね。元気です、うん、そしてちょくちょくある村上氏のツッコミとか絡みも良かったし、桑原さん&ユーマンのトークも心地よいので、うん、来月も楽しみですといただいております。ありがとうございます。今月もギリギリ10月以内にできました。できましたよ。毎回ギリギリになってます。、ね、12月大晦日なんじゃないか説ね。このまま追い込まれていく。カウントダウン配信。きつい。カウントダウンまでって大概なんか歌歌ったりとかして盛り上げるもんなのに、ーテーマトークすんでしょ。4時間ぐらい、8時から始めて痩せちゃうよ。その間に年越しちゃうみたいな。テーマトークしてる間にフレンドパークの話で盛り上がってる間に年越しちゃうみたいですね。それ投げた瞬間に光一くんにおめでとうって言って。ジャニーズカウントダウンでよく見る風景。そしてお二人目、つぐやさんかな。つぐやさん、はい、二人のトークが面白く、うん、桑原さんの長崎愛がすごく伝わってきて、久しぶりに行きたくなりました。グッズ紹介もあったりして嬉しい。アイシアの抱き枕カバー即予約しましたといただきました。ありがとうございます。本当購買につながってるっていうのはこの番組のアイデンティティになりますか。これがなかったらマジなんでやってんのか分かんない。よかった。楽しいじゃないですかね。楽しいですよ。いや我々は楽しい。私は楽しいですよ。めっちゃ楽しい。だってその今日ほぼ休みだと思ってんでしょ。もう私は今日休みの気持ちです。こんな楽しい現場。他の仕事も楽しいだろうけど、いろんな地方行ったりとかね、移動も大変だった中で、そうです、今日待った都内で都内で1時間で喋る仕事だ。休みだこれ。これは楽しい。すいません、休みだって言って楽しみにしてきました。はい、ということで当選された皆様おめでとうございます、うん、おめでとうございます。はい、今後もプレゼント企画ご用意させていただきますので、うん、その際はぜひご応募よろしくお願いします。お願いします。衝撃ですよ、タイトルコールです、ここで。本当だ、まだ始まってないの。始まってなかったです。じゃあそれでは始めていきましょう。はい、桑原優希、青木優馬のおしゃべりな本棚アットライブ、せーのスタート。
よく見たらここ俺のセリフでした。なぜかユニゾンしてしまった。別に確かにこうおしゃべりな本だなアットライブぐらいからユニゾンの方がいいけど、スタートだけ2人で言う意味もよくわかんない。めっちゃすごいなんか声揃ってましたねずっと。さてここからはテーマトークでございますね。はい、はいはい、青木さんの後ろにですね、はい、これね本棚から、本棚に本がありますので、はい、こちら取っていただいて、ディグレ、ディグレ、リボン、リボン、ミスターフルスイング世代すぎるなどが並んでるんだよね、トークテーマとして0年代ジャンプがね、0年代ジャンプこれは、そのどこの会社さんの番組ですか、ね、ホビージャパンどうしちゃったんだよ0年代ジャンプの話ばっかりしてんだよその時代のお色気枠なんだった。あれですね、1尺終わった後ってことですか。1尺終わ…あ、でもトラブルか、トラブルかな、トラブルは、そうか、2000年後半ぐらいだって 100% のこと1尺って呼んでるあ、1尺って呼ばない。いや、俺初めて聞いたその役所そうですか。村上氏たまに俺が知らない言葉使うことあってさ、関西文化圏なの。いやいや違います、コメントのみんながもうあの味方してくれると僕は信じてますよ。あ、そうか、前回もなんかよくわかんないおもちゃの話してる時、意外とみんな村上氏のそう味方だったもん。みんななんか妖怪座ピンときてたでしょそうそう、妖怪座めっちゃ盛り上がって妖怪座だ、そうだ、妖怪座、そう俺のスゲゴマ誰も知らなかったはい、そうだそうだ、ほらほら1尺いりますよって人いますよ、いるいる、ほらほら、すげえな。だって1尺ってもう文字にしたら1100になっちゃうし、やばいな、ちょっと味方じゃない人もかなりいますよ、かなりいるな、そうなんですか、味方2人ぐらいかも。おのおのの地元の泥系系泥の味方なんのと一緒だよそんなことで揉めんな1500 もうエッチな気持ちになっていいじゃないか1100だ 1500% だじゃなくてさ、いいじゃないか、みんなで楽しくパンツ見ようぜどういうこと。そう、あの今途中だったんですけど、はい、あのこの中にはですね、うん、トークテーマ書いてますので、俺汗だくだよこの中にですね、あの当社タイトルに関連したものもいくつか入ってます。大事大事大事、そう覚えてますか、そういう、そういう仕組みですよ。そう、そうやって原作とか の、はい、その認知度を上げていくという番組だ。そうですよ。じゃあまず、ピックアップタイトルの紹介からいきましょうかね。今回のピックアップタイトルはこちら、起きた、はい、英雄王を極めるため転生す、そして世界最強の見習い騎士、一番右のやつですね、うんうんうん、それと、魔王の俺がドレールホを嫁にしたんだがどうも出ればいい、文庫とコミカ出てますが左の2つです。それのスピンオフの、悪友の俺がポンコツ騎士を見てられないんだがどうせ青焼きゃいい窓目外伝ということですね。左3つがいわゆる窓目ってやつだ。そうですね、窓目、そう2つ窓目窓目ですね。青木さん、それ言わないっつったじゃないですか言わないっつったじゃないですか。どうしてもやっぱトリガーになってるリハの間に言い終わることによって窓目を言わないようにしたんだけども、一回窓目って言っちゃったらもう窓目が聞かなくなっちゃってマードメが出てきて、まーちゃんドメンネが出てきて、ドメンネってどういうことなんでしょうごめん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 、作品の話の時はふざけないって決めてるんだマードメ弾幕を書かないで、みんな書かない一旦これすごい、私男の子のキャラの絵が信じられないぐらい好みなんです。おいおどうした、どの子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 、いや、あのこの子とこの子、あでもこの優しそうな雰囲気もいいんですけど、あれだ、はい、人相悪三白眼ニヤリフェイス好きだやめて、まあ、見抜かないで、歴代の男みんな三白眼ニヤリフェイスかそうだ、うん、頭やめて、あなるほど、公式に出てるいくつかのキャラクターも三白眼ニヤリフェイスだやめてくれ、ニヤケ顔のストライクですね。わかるわかるわかる、確かに確かに、うん、たまんねえ人が、しかもこの2タイプのそのラノベで男キャラに食いつくのも珍しいけどでもわかるわかる、こういうタイプの女子もいますよ。こちらが、はい、今回のそのピックアップタイトルになっている。そうですね、なるほど、英雄は知ってる、そう、うんうんうん、あの今年紀藤あかりさんとなんかサイン会みたいなやつやった。そうですね、あの青木さん汗だくになってね、そう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 、今日と同じで紀藤さんはクールな顔してるんだけど俺が必死に喋りすぎてどんどんびしょびしょになっていく灰色のシャツが真っ黒になって1時間かけて全力ですね全力ではい、じゃあトークテーマ引きながらですね、うん、うまいこと HJ のタイトルが出たらそれについて話すという形でやっていきましょう。はい、やっていきましょう。さあ何番いきますか、小原さん。どうしようかな、じゃあ1番、1番いってみましょうかね。早速1番、さてピックアップタイトルが入っているかどうか、これが1個目が割とね分かれ目なので開いてみましょう。1つ目のって、おー、なにこれ、えほー、カメラに見せてくださいよ、なんだろうなんだろう、カメラに見せてくださいよ、こちら青木ゆうまの北
コリス。はい、来ましたね。高い話ないと思われてんだろうね。わざわざつけられたという。青木さん、ちょっと説明があるんで聞いていただいていいですか。はい、タイトル通り青木さんほっこりする話をお願いします。説明以上です。いや、あるよ。だって俺さっきのさ、ハロウィンの話とかすげえ心いや、どっちかっていうと俺日々の中に優しさを見つけながら生きてるタイプだ。そもそもが J-POP みたいなこと言い出しました、ね。でもJ-POP で、J-POP で思い出すのも変だけど、この間ね、本当この土日、なんか仕事と仕事の合間に、はい、フードコートって何ていうの、ショッピングモールの真ん中が中庭になってて、はいはいはい、屋台が 3,4 軒並んでるみたいな空間あるじゃん。いいな。で、ご飯屋さんがどこも埋まってたから、そこでちょっと軽く食べて、ベンチに座って、なんかそのホットサンドでも食おうかなと思って、いいな、買って、ちょっと時間かかるから、時間になるとブーブーってなるやつ、呼ばれるやつ、ね、呼ばれるやつと渡されて、ベンチに座って待ってたんだけど、はい、その屋台の中の一軒がそのなんていうか、そのスピーカーで外に向けてずっと有線かなんかで曲を流してて、よし、買ったし、ちょっと待つかと思って座った瞬間に、回れ回れ回れメリーゴーラン流れ始めて、おー懐かしい。もうロンバケわかる？わかります、わかります。ロンバケ流れてきて、そのラララブソング久保田俊之の、ああ懐かしいななんて思って聞いて終わって、そのゴナメイクラブみたいな、ナオミキャンベルのあそこ、スーパーモデルナオミキャンベル、別に歌の人とかじゃないからゴナメイクラブみたいな、英語のラップ任されたあのくだりとかもあって、一曲終わってララブソング久しぶりに聞いたな、本当30年ぶりぐらいだなと思ったら、次に流れてきたのは、My Love Is Forever、あなたと、聞いたことある、エブリリトルシングの出会った頃のように流れてきて。なんか俺に恋をさせようとしてる。確かにそこで何か起きそう。休日の昼間からなんか俺にドキドキさせようかなと思ってる。なんか起きそうですね。でも I love you forever 終わったら次、forever stay みたいな、もうなんか俺にどんどん秋冬の恋を貸してくる世界が。俺になんですか。そうそうそう。でも俺になのか。これ別にほっこりする話かどうか分かんないんだけど、その、もろもろがあって、で、受け取りにそのブーってなるから行くわけじゃない、はい、で、そこで気づくんだけど、そこのホットサンド屋の店員も隣のなんか別のなんかこうちょっとした飲み物とか出してるところも全部の店員が22、23の女の子たちなの。22、23の女の子たちからするとずっと知らない曲がかかってる。そうか、聞いたことない。自分だとしたら苦痛だな。95年ぐらいのヒット曲ずっと。で、なんかその大変なんだろうなと思いながらその日は帰ったんだけど、今日、日を改めて今日、杉並区の自宅からこちらのホビージャパンに向かってくる間に、そのついつい牧原紀之の冬が始まるよ聞いちゃって、体が90年代に染まっているのと、そのなんていうか、その秋冬を感じたいという思う。この季節の曲、そう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 。まあ、ほっこりするかどうかは分かんないけど、なんか珍しく季節の曲を聴いてしまいましたっていうだけの話です。それを聴いてしまう。36歳季節を感じたがっているんだ俺はって俺に思いました。いいですね、夏メロを聴く。そうそうそう、夏メロ聴いたら終わりだなって思ってたんですよ。え、そんな。いや、一応この業界にいて、新しくそのニューリリース の, そのアニソンシンガーの方とかに会って、つどつど CD とかの新曲とかの話をしていく中で、95年最高っすよねって言ってたら本当に錆びて朽ちていく。いや、でも私一生気に入った音楽と漫画で生きてますよ。ああ、そうか。そうなんです、解雇中なんで。言葉ちょっと激しかったよりによって一番激しめの言葉だ、解雇中。私はもう解雇中。そうなんです、もう解雇中自称。そうなんです。なので本当に好きだって思ったやつを何回も何回も見て、あれがやっぱり一番なんだよなって言ってるような人です。なんかその気持ちをなんかこうなるべく押し殺して、はい、先へ先へ新しいもの新しいものちゃんと得るようにしてきたんだけど、はい、全然俺95年に前そのエブリリトルシング好きじゃなかったはずなのに、出会った頃のようにがめっちゃいいように聞こえちゃったのよ、その瞬間。いらっしゃい、こちらが。ああ、俺もまた解雇中になってしまう。いらっしゃい。今度こそ解雇中。いらっしゃい。解雇三枚。悲しい話になっちゃったよ、ちょっと。あの頃はいいぞ。おいでおいで。なんか数ヶ月間一緒にやってきた青木さんのほっこりするエピソードとかなんかなかったですか。え、青木さんの。青木さんの。あの数ヶ月やってきて。最新ですけど、最新です。今日青木さんが着られているこのシャツ、はい、お土産にいただきました。 ありがとうございます。これその真っ白な無地の T シャツかと思うか、これがですね、天高く馬子ゆる透明版っていう真空ジェシカカナメストーンママタルトのスリーマンライブっていうお土産に、お土産に次回私も着てこようと思ってます。意外とそのお笑いライブに行った時に
Tシャツを買ってきてくれる人だっていうのがねすごい嬉しかったです。お土産って言ってくださって今日半分ないけどな、お笑いライブの T シャツをお土産にもらって、で俺なんか広島のなんかねおやつを皆さんに、はい、フィナンシェをいやとんでもない、もみじまんじゅうかと思ったらさ、広島って書いてあってもみじの形してるから、はい、フィナンシェなんだって。ちょっと変わってますよね。もみじフィナンシェの時代ですよもはや。でも私あれ皆さんにあげるつもりで何箱か、うん、買ってきたんですけど自分で食べちゃいました。美味しかった、美味しかったですよね。ちょっと架空の女性声優みたいな話しないでください可愛すぎるだろもうあれをね買って何箱か準備してたんですけども、うん、本当にでも皆さんにあげる前に本当に美味しいのかなと思って、疑わしいもんですよ。確認の饅頭でおなじみなのに、そうですそうです、避難者にしてその一朝一夕で美味しくなるのかって話ですよ。確認が必要だと思って、ね、いただきました全部キララの4コマみたいな日常だそんないい例えをしていただけるなら嬉しい。最高の例だったな、キララの4コマのような日常。キララになれた、キララ、私キララになれ た, やったということで、ね、ほっこりする話いただきまして、ほっこりした、いやほっこりしましたよ。よしよしよし、ね、まあ、だいぶ桑原さんのおかげだったけど本当ですか。ずっと聞いちゃう曲ってありますよね。ずらしていこう、ずらしていこう、はい、じゃあそろそろ次のテーマいきましょうかね。何番いきますか。V6 お、これ本当に V6 かも。おお、すげえ、トークテーマ6番引きました、はい、VHS、はい、解雇中ザッツ解雇中、私のことよ、解雇中2人とも、こちらのテーマなんですけど、はい、唐突なんですけれども、1976年10月31日、76年の今日ですね、はい、日本ビクターが世界初の VHS 企画の家庭用ビデオレコーダーを発売しましたということで、VHS の思い出を語りましょう。VHS の思い出を語る前にやっぱほら、我々ビデオ世代じゃないですか、まあ、我々ってそうね、俺だって軽音まで14型テレビデオで VHS で撮ってみて、はい、軽音ってそうですか。2011年くらいだぜ、2011年までそのレコーダーをお持ちじゃなかった。持ってなかった持ってなかった。あ、そうなんですね。てかテレビデオが壊れて捨てるまで、はいはいはい、ずっとそれで使ってた。もうだって今の子ね、3倍とか標準とか言われても、若手の子に何それみたいな言われましたからね。俺だってゴーゴーマニアックまで4対3で見てたんですよ意味わかんなくない、そんなわけなくないあれながらだけど、あんなもう今につながる前衛的なアニソンが生まれてるのに、俺4対3の画面でブラウン管のボコーってしてさちょっともーんってなってる。で、ホコリ集まってくるわけ、はいはいはい。あと近くで見ると三原色見えんだよね、ブラウン管ってね。分かる、静電気も出てますよね、ちょっとピリピリピリ。あそこにピリッとするの好きだった舐めてみたことある。ない ないです、いやいや、ないですよ。テレビの画面がしばらくその冬の間とか、なんかつけたり消したりしとくと静電気が溜まって、はい、そろそろ溜まってきたなって思ったところで、うん、いや、ないと思いますよ、誰も。青木さん、電気を食べる妖怪です現代の新たな妖怪の電気っくいね電力不足が俺によるものなんじゃないかと言われてなんかその角もそう見えてきました電気お前の電池も食べちゃうじゃん9ボルト電池舐めたりしなかった。いや、やっちゃダメだよ、全員いや、ないですけど ないですよ、ないです。マジで、はい、あれ、これ俺他の番組でもしたら全然 VH の話じゃなくて申し訳ないけど、うん、子供の子、これ絶対やっちゃいけない話なんだけど、学校の視聴覚室に置いてある電源タップ、はいはい、タコ足配線みたいに伸ばすため の, その電源 の, その4連くらいでつながったそのコンセントの穴が、はいはい、そのみんなでその集められてさ、見るじゃん、フォレストガンプとか集められて見るじゃん見るかな、見がちじゃん、フォレストガンプ、ね、何でした、ちなみに。え、視聴覚室に集められてみた映画。ああ、え、なんか人体のなんとかかんとか。違う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 、え、なんか心を、いや、あれありましたよ、ありましたよ。豊かにするために映画見る、人体のなんとかじゃないよえ、なんかあれっすね、蛍の墓とか見るやつですよね。そう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 、そういう系のやつ。なんか見ましたっけ、教養みたいな感じのやつですよね。そう、見たかな。え、心を豊かにする授業が一つもない学校なんですよだからこうなってしまったそんなこと言って、一言も言ってないけどだからロボットを製造する学校みたいなと思う。そうなんですか。映画見る授業なかったっすか。映画見る授業ありました、ありました。ありました。ないの。クラス単位でもあったし、なんかこう、はい、なんですかね、なんか学年みんなで集まって、あるあるある、大きいスクリーンで見よう見たもありましたよね。あの体育館でやったこともあるし。あったあった。体育館で。マジか。いや、抜け落ちてるだけですかね。なんか先生がいないから自習でビデオ見ててね、うんうん、とかはありましたけど。それは何のビデオでした。
え、なんで頑固ちゃんみたいな。頑固ちゃんみたいなやつかわいい。頑固ちゃんみたいなやつね。頑固ちゃんいいっすね。NHK みたいな。頑固ちゃん一緒見てられるもん。ごめんなさい、それで。頑固ちゃんいいな。頑固ちゃん。道徳の時間で頑固ちゃん見るよな。さわやか3組と頑固ちゃん見る。そうです、そうです。そういう系です。聴覚室に置いてある電源タップが壊れて、はい、あの機械部品がむき出しになってて、触ると電気がビリビリ走る形になっちゃってたの。あれですよ、戦後すぐの話ですよ。僕今年で88なんで。いや、めっちゃ若い。そこが触るとビリビリするから、そのみんながトム・ハンクス見てる間にフォレスト・ガンプ見てる間にずっと触ってたの。だから俺今からハンター、はい、ハンターみたいなこと言いますけど、はい、電気が効かないんです。そうなんだ。番組の企画であのビリビリペンとか出てくるじゃないですか、はいはい、押しっぱなしにできるんです。いや、同じこと思ってました。あれ結構やる機会多いんで。そんな元気なんですか。あれいっぱいやる機会が多い声優だ。あれ通らないんだって思ったら無敵ですね。無敵無敵。だからずっとあれ系のやつ触って、だからその電気に興味があってちょっとブラウン管舐めてみたりとかした。怖い。舐めないですよ。男の子って一旦舐めてみんだよ。そうか、ちっちゃい男の子とかだったらまあそうかもしれないですけど、ね、下校のその通学路にある花や実なんて全部舐めるだろ一回。それはわかる。わかるでしょ。それはわかる。サルビア、ツツジ。そう、ツツジね。ヘビイチゴ。そうそうそう。ああ、ヘビイチゴ食べたな。食べた。ヘビイチゴ食べた。食べました。乗ってこれるところはある。え、下校中に何食いましたちなみに。あのツツジのその蜜みたいなとこ美味しいよっていうのをおじさんに教えてもらったのと。え、おじさん知ってるおじさん。それは知ってるおじさん。知らないおじさんじゃないです。怖かった今。下校の途中に現れる知らないおじさんの話じゃない。この蜜が美味しいんだよ。怖い。お嬢ちゃん、この蜜美味しいおじさんが舐めてごらん。季節の蜜を教えてくれる。怖い話じゃないです。怖い話じゃない。ヘビイチゴはなんか美味しそうだったから。おじさんの所在を教えて。知らないおじさんではないのまでは分かった。知ってるおじさん、はい、うちのおじさんです。血縁のおじさんです。血縁のおじさんです。よかった、安心した。血縁の時は血縁のってはっきり言ってください。うちの血縁のおじさんが。血縁のおじさん。じゃないと三つおじさん、三つおじが。三つおじになっちゃうから。血縁の三つおじね。はい。はい、そうですね、とかありましたけど。あれビデオ？ビデオの話。VHS 使ったことあります？いやもうゴリゴリです。ゴリゴリ。ゴリゴリに使ってましたね。何撮ってました？え？そうですね。あのもうレギュラーのアニメは撮ってるんですけど。純情ロマンチカってアニメがすごい好きで、突然登場純情ロマンチカ、はい、夜中の3時に放送してたんです私の地元では、はい、なのでそれをあの録画予約をするんですけど、心配で起きるんです3時に。純情ロマンチカ撮れてるかな、撮れてるかなって結局リアタイするんですけど、うん、見てるところを家族に見られるのがちょっと恥ずかしくて。純情ロマンチカですもんね。そうなんです。部屋を真っ暗にして布をこうやって光が漏れないようにして。俺がトゥナイト2見る時の見方。親に絶対見つかっちゃいけない時だもん。なんかカチャってあのトイレに行く音とか、じいちゃんがトイレに行く音みたいな聞こえた時に、あ、どうしようと思ってチャンネルイエーってやるんですけど、イエーってやってもその時間ってなんか意味わかんない通販しかやってない。そうですね。この勇気が深夜に起きてまでポシュレを見てる。もう何の言い訳もできなくて、これ見たくてとか言えない。全部通販だみたいな。そんなスリルを味わってました。一周して純情ロマンチカに戻ってきた。戻ってきてとか、あの修学旅行がオーストラリアだったんですよ、中学生の時。それ1週間いられないってなった時に、全然楽しみじゃない。もう本当に、なのでその見てたアニメを全部リストにこう手書きで書いて、そういうの予約って一件一件しかできなかったじゃないですか。なんで月曜は結界誌、火曜はディーグレ、水曜はブリッジで、あの時期だ。結界誌があの時間にやってた頃だ。木曜はポケモンとなると2個あるからお願いねみたいなのをブワーって書いて、そのまま旅立つっていうのをやってました、はいはいはい、親に頼んで。そうです、そうです。そのビデオにぎっちり1週間分のアニメが入ってるっていうの。3倍でね、全部ね。3倍じゃないと入りきらないからね。っていうのをやってもらったりしてました。あ、その話で1個思い出した。 VHS じゃないんだけど、カセットテープの話してみ、行きましょうか。あのさ、
中2か中3の時に NAC5 で丹下さくらさんの番組やってて、全部の回カセットテープに撮ってたそうなんです、ね、好きすぎて、はいはい、で最終回の日だけ田舎帰んなくちゃいけなくて、福島に、はいはい、行かなくちゃいけなくて、で、はい、俺その時、あの当時カードキャプターさくらって、うんうん、あの NHKBS でしかやってなくて、うち見れなかったから、そっか、毎週その時間に宮島くんの家行ってたの。宮島くんカードキャプターさくら見してっつってで行って、はい、で無限のリバイアスまで見て暗い気持ちになってで帰るっていうのを繰り返してて、俺が丹下さくらさんのファンであることを宮島くんが知ってたから、俺ごめん福島行かなくちゃいけないから、この週の丹下さくらさんのラジオ絶対に録音してくれないか絶対にって言ったんだけども、はい、ミスってやがって宮島くん絶縁だよかわいそうかわいそう。絶縁したらカードキャプターさくらも二度と見れないじゃないですか。ただ折しもカードキャプターさくらが地上波の親が始まるのその普通にね、あの NHK の方で始まって以来俺と宮島くんの関係性はね終わってしまったんだよ。いやいいな、なんか10代って感じでエピソードだなあの頃はごめんな宮島くん、でもアリスオンワンダーランドがどうしても聞きたかったんだよ丹下さくらさんの番組が。うわそっか、 BS でしたね。あの A 紹介するくだりありましたね。そうなんとかさんの投稿ですみたいな BS アニメ感みたいな、なんかね、そうそうそう、実写で人が出てきて上手に描けてますねみたいな、豊口めぐみさんとか出てきてさA 紹介すんだよ。あれ豊口さんだったんですね。豊口さんとか池澤さんとかじゃなかったかな。そうなんだ、違うかな。見てました、声どんどんでっかくなるのそうだ、ダーダーダーとかもそれでやってたんですよダーダーダーだ、はい、ボーイミーツガールがエンディングテーマだったんですTRF のボーイミーツガールをどこよりも早くカバーし直したあのいやそうだそうだ、懐かしい。懐かしいっすね。 NHK アニメは質が高いから標準で撮るって決めてたな次行くか。そうですね。まだ2冊ですよ。そうですね。どんどんいろんなこと思い出す。さあ次何番行きますか。何番しましょうね。じゃあ10。行ってみよう。1と10を攻める。10来ました。10来ましたか。来ましたか。来ましたか。じゃあとりあえず開きますね。10番。お。はい、お続きまして10番のトークテーマこちら。え桑原ゆうきの可愛い人だわー、1と10ーー1と10にあったか。はい、なるほど ね、1が俺で、はい、10が桑原さんでした。なるほど、覚えておきました。二回と同じようなランダムかな。わらと捉えんな法則性を。はい、前回もやっていただきましたが、今日はせっかくねハロウィンっぽい感じなんで、そういう雰囲気でやりますか。そういう雰囲気でやりますか。はい、前回は全然可愛いとかじゃなかった。前回はあのこうちょっとこうね、あの桃太郎的なテイストの感じられる話でしたね。いっぱい突っ込んだ記憶。そうですね。記憶で言う。はい、あれそうでしたか。なんかアイテムとかいります。アイテム？スノークワハラでいきます。あ、じゃあこれかぼちゃ棒が。何かアイテムがないと私は。他にそっちとかに転がってるやつは割と普通に大事なグッズ。前回。あ、使ったやつですか。またそれを擬人化した劇が始まっちゃう。じゃなくて。じゃなくて。いける？可愛い一言系の仕事と。やりますか。ビリペン握るような仕事いっぱいしてきた。対局の仕事。でも現代の声優ってそんなだから。じゃあこのカメラでやりますか、はい、せっかくなので。準備が早いですね。ではでは桑原ゆうきさんの可愛い一言、よろしくお願いいたします。かぼちゃくん近くにピンとちゃんとあって、ハロウィンだよ。あ、またおじいたかおばあだかの声みんなハロウィンだよ。知ってる。今日はずっと言ってるから10月31日だよ。そうだね。今日は、子供たちが町にお菓子をもらいに行ったりする。一言って知ってる。そんなイベントだよ。でも忘れてはいけないことがもう一つあるんだよ。そうなんだ。何何？今日はサーティワンのアイスが安くなるよ。やったー。食べよう食べよう。食べよう。大好き。俺ロッキーロード。ああいいですね。男は噛み砕きたいのだ。わかります。私はあの子供の頃はホッピングシャワーだった。シャワーね。パチパチが好きだった。子供喜ぶよね、パチパチするアイスね。大人になってからラブポーション31。ラブポーション31をカメラに向かって一回魔法のようにかけてもらってもいい？ラブポーション31。あ、想定したいニフラたち。ラブポーションみたいな邪悪だ。完全にイモリの黒焼きとかを使ってるラブポーション。マジのラブポーションを作っている。ラブポーション。ラブポーション31。いいね。うん。可愛かったでいい？可愛かったでしょう。可愛
可愛かった甘すぎる今月も可愛かった甘すぎる現場だ手元カメラに向かってそれをめちゃくちゃアップするなんかピントのあってねこれがずっと映り続けるんだけどこれね、 ねなんかこうねあの番記者でこうやってカメラ遮る人みたいでしたねこの状態ねこの状態ハロウィン何してんだよハロウィンに顔出しちゃいけない事件を起こしたやつ出すな盛り上がる若者イエーイタガノ外れた若者たちがハロウィン出してはいけないものあそのナレーションね好きだったな女性声優って書いてあるハロウィンを楽しむ女性声優ありがとうございますはいということで可愛い一言いただきました歌でいいのね可愛い一言はもほぼ確定で切り抜きになると思うので切り抜き動画もみんな見てねそう切り抜きいちいち上がってるわあの桑原優希可愛い動き集とか上がってたよあ本当ですかありがとうございますそんな切り抜いていただいて切り抜かれたことへの感謝そんな動きをした覚えはないんですけど皆さん切り抜きも見てくださいねわお願いしますはいじゃあ次なんですけど いやまだまだランダムでいきますか誰に判断をお願いですランダムでいきましょういよいよじゃあ、はい4、はい、何の理由もなく4お誰かゴルゴさんのギャグだ。チピーで何度となく見てきた。はい、お逆に面白いですね。秋の夜長の過ごし方。何逆に。こんな昼 AM みたいな。秋の夜長の過ごし方ですって。素敵ですね。ね、もうあの秋もね、そろそろ深まってきましたんで。はい、秋も深まってきましたんでから始まるフリートークだ。できるかな。秋の夜長か。でも最近もう私はシャワーがいいんですよそのお風呂シャワーが本当に主語なしで喋り出したけどめちゃくちゃ唐突なシャワーの話私はシャワーがいいんだいきなりその政見放送みたいなやつ私はシャワーがいいんだってポスター街中に貼り始めて出馬するシャワー灯が来たなんかお風呂の時間を短くしたくてそのトータルでも何時間もかかるのが嫌なんでシャワーだとあっという間にそれが済むのでよかったんですけどそうですねすごい時間の概念についてすごくスタンダードな意見いつも何かに追われているみたいななんでですけどようやく涼しくなってきたんで、うん、お湯を張ってもいい時期になってきて、はあ、最近はもうゆっくり使ってます入りたくはあるっていうことそうですね夏の間は浸かるのがだるいっていうことか、はい、まあそれもあります暑くなりすぎちゃうけど日本シャワー灯のくせに随分季節によって意見が変わるじゃないですかお風呂に入ろう秋口から突然政治的主張が変わる当初だったシャワーだけじゃ冷えるよ夏の間だけシャワーが好きなやつだそうなんです玉虫色の政治気持ちよくて奥さんはどうですか、うん、俺この話じゃこの話じゃ何にもならねえやっていやいや そんなことないですそんなことないですよ、ね、湯に疲れこの話だけで2時間いけますよねけど秋の夜長の過ごし方の話風呂シャワーの話いやいや秋の夜長の過ごし方です書いてる書いてる書いてる書いてますよそもそも論になるけどもともと夜型の人間だから秋だからどうってことはないんだよ、はい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 、ああそうですかそうそうそうなんかあるかな秋の夜長の過ごし方まとめ見とかまとめ読みとかそういう感じかいいですねそうでもなんか明日休みだから、はい、まとめ読んでやろうとか、うん、あアニメまとめ見てやろうってもう帰り道で思ってるんですよ、うん、読書の秋映画見てやろうとか、うんうん、買った本読んでやろういいですね、絶対こうやって YouTube 見て終わっちゃう何にもしないすごいわかる何一つしないすんごいマジで思い描いた理想の俺一つもやらないあるでしょ帰り道、はい、あれの新刊出たからもう買ってあるから家に Amazon で届いてるからとか、はい、なんかネトフリで新しいあれが配信されたから全話まとめて見ちゃおうかなあの日プリン買っちゃおうお寿司買っちゃおう食べながら全部見ちゃおう見るぞYouTube 見ちゃう YouTube それ食べはするんですけどね食べはするけどプリン食いながら YouTube 見ちゃう何にもしねえのでその日が、うん、この YouTube 見ちゃう明日休みなの YouTube 見ちゃう日があるのに明日9時起きで幕張行って司会だっていう日の深夜にあのチェンソーマン全話読んだりするなんであれ何あれなんですかね10巻ならいけんべみたいな感じでなんか始まっちゃうんだ確かにあの現象に名前をつけたいあれ翌日仕事ある時こそ読んだことない漫画全巻読んじゃうはかどりますよねはかどるんだよなんでなんだワールドトリガー読み返したろって気になるんだよその最新刊だと何の話だか全然思い出せないんだワールドトリガー最初からむずいからでいっぱいもうなんかそれあ、OK です次のテーマ次のテーマなんでよ
できるってこの話あ、村上市チョイスの方ちょっとやっぱね、あの思ったんですけど、やっぱ我々ちょっとずつ仲良くなってきてると思うんですよ、うん、どんどん話楽しくなって、どんどん仲良くなっちゃってるね。あと多分なんだけど、ここに並ぶ本5冊でいいんだと思うそうするとそれはホビージャパン系トークテーマが当たりやすくそれはそういう1個も当たんねえのが偶然だからさそうね、英雄とマードメあんだろ今日全然当たんねえんだよマジで。ちなみになんですけど、じゃあちょっと次直感でいくなら何番でした？え？直感でいくなら青木さんの、うんうん、7?2番いきましょう外すなぁ、フリートークしたくてしょうがねえのかよ。7何だったの？関係あるやつ聞いてもフリートークですからね2番開きまーす、はい、お来ました。トークテーマ自分の部屋、うん、そして窓辺のイラストでございますね。はい、こちらはちょっと説明がありますので読ませていただきます。こちらはですね、魔王の俺がドレールフを嫁にしたんだがどうめでればいいに絡めたテーマとなっておりまして、こちらなんと先日アニメ化企画進行中であるということが発表されました。おめでとうございます。 HG 作品続々アニメ化じゃない、素晴らしい、多いです。でですね、こちらがですね、小説の16巻と、本編の方のコミックス9巻、そして外伝コミックスの、悪友の俺が、ポンコツ騎士を見てられないんだが、どうせを焼きゃいい、まとめ外伝がですね明日11月1日に3冊同時発売となります。進行優先します。村上氏と違って喋らないはずのスタッフが何言ってんだよ優先音で言った進行、はい、優先しますね。悪友のこと忘れて、悪友ね、悪友ねということで桑原さんの方からあらすじの紹介をよろしくお願いします。大事あらすじ読んでください。これちゃんとやんなくちゃいけない、はい、いきます。英雄を武を極める、間違えた、誰もまともじゃない誰一人としてちゃんとしない、魔王の俺がの方です。そうです魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだがどうめでればいいですね、うん。悪の魔術師として人々に恐れられているザガン、不器用で口の悪い彼はある日闇オークションで絶世の美しさを持った白い奴隷エルフの少女ネフィーに一目惚れしてしまう。財産をはたいてネフィーを購入するが、口下手な彼はネフィーにどう接していいか分からず、不器用な二人のハートフルラブコメディー。そしてその外伝、悪友の俺がポンコツ騎士を見てられないんだがどう世話を焼きゃいいは、作中に登場するポンコツ聖騎士シャスティルとザガンの悪友バルバロスのドタバタ劇となっております。珍しい、あらすじ読んでる声優映しっぱなしの番組、大概二重降りたりするこの絵をずっとみんな、やだ見られてたの、みんな、そうそうそう、あの癖でなんか二重降りてると思ったでしょ。あ、思ってましたずっとこうしてる桑原さんから映り続け、やだはい、ということでご紹介いただきまして、はい、こちらですね、コミックスの方は、出ますかね、紙書籍限定でコミックスを2冊同時購入で、抽選で当たる複製色紙キャンペーンが12月28日まで、小説の方はツイッターでフォロー&RT でクリアファイルが、抽選で当たるキャンペーンが本日まで開催中となっております、ぜひご応募ください。いいですね、複製見開き色紙が2枚セットで10名様に、はい、こちら詳細はですね概要欄もしくは HA 文庫コミックファイヤーのツイッターをそれぞれご確認くださいということですね。めちゃめちゃ近く行きました、ね、ちょっと絵をしっかり見ようかな。そうか、確かにキャラ絵ちゃんとその表紙の絵だけじゃなくて、このこいつあれですよ、その、はい、その悪友ですよ ね、 そうで、ね、だよなと思って近づいてみる。青木さん多分配信番組でこんな絵ありますね、2人とも。でもここにしかこいついないからこいつでも、あの三白眼のしかもこのなんかちょっとした、はい、そのウェービーパーマ的なやつで、はい、ちょっとにやり笑いみたいな、多分桑原さんのその壁にバチコーンのやつじゃないんですか。そうです、だと思ってこうやって確認してる近くで見てみる。この絵すごいな左上にもいました、ほら、あーいる、あこの笑顔いいな推しが、ね、推しが見つかった、はい、ということで、スライド戻していただいてテーマトークいきましょうか。はい、こちら、自分の部屋、はい、作品の最初にですね、エルフを拾った魔王が自分の城の中にエルフの部屋を作ろうと、ちょっとあたふたするシーンがございましてですね、ということで、こちら、自分の部屋というテーマでお話しください。これ、子供時代の、子供部屋の話でも上京して住んだ部屋の話でも大丈夫ですということです。部屋な、はい、ずっと出せえんだよそうなんですか。いや何回かやっぱり引っ越しとかをするたびに、はい、今度こそ、はい、そのロンバケでキムタクが住んでたような部屋におしゃれおしゃれルームに、あとドラマ版 H2 で国見ヒロが住んでたような部屋にって思うんだよ、はい、なんかかっこいい、
いらないものが置いてある部屋に。わかる？わかりますよ。光るバドワイザーの看板とか。そうそうそう。あれじゃあの全然やんないダーツとか飾ってるやつ。そう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 。ここの会議室に置いてあったけどな、ダーツ。あれはやってますよ。やるんだあれ。やってますよ。ね。あー猫耳がベロンってなっちゃった。動揺が出ちゃった。人間であることがバレちゃう、獣人のみんなに。獣人のふりをして暮らしているのに。ストーリーが。違うの、あの何回やっても、うん、なんか。おしゃれにならないというか、あの動物の森とかみたいな自分で部屋を作るゲームをやってても俺は絶対ダサくない、はい、なんか必ず壁際に4面に家具を寄せて真ん中にチャボ台が置いてあるみたいなレイアウトしかならなくて。わかります。でもそうですよね、難しい。うまくやる能力ってなできます？なんなんだろう、なんかもうプロの人に任せた方がいいんじゃないかって思ったりしますよね。無印良品が俺の部屋作ってくんねえかなと思う。そうですね、デザインしてほしいです。え、あんまうまくできてないですか部屋？今は、うん、でもなんかこうインスタとか部屋を上げてる人がいるので、はいはいはい、同じ家具を買えばこうなるかなとかまずは形からみたいな。わかる。でも同じ家具を買えばこうなるかなって思うじゃん、はい、俺の部屋にそれが置いてあるだけなんだ。そうなんですよね。だからこう家具とかを注文するってなっても、うん、その注文する時のサイトとかはもう小物とかですごいなんか散らしてあんのよね。そうです、花瓶とかこうテーブルクロスとかがあって完成してるんで、うん、部屋に来た時にあれっていうのはありますね。物は一緒なんだけどうちと床の色がまず違ったとか白い床じゃないと変だとか、あの一つ一つを気をつけなくちゃいけない。そうなんですよね。でこの春に僕学園祭学園ってバンドをやってるんですけど、はい、バンドで、防音物件を借りて、はい、みんなでこうスタジオにしていこうみたいな遊びを始めたんですよ、でせっかくだからじゃあその今まで自分の部屋だと必要なものを置かなくちゃいけなかったからできなかった、うんうん、夢のおしゃれ家具いっぱい置こうすごいよって思って、はい、1個あの PC デスク絶対このぐらいのサイズないと、その割と技術担当のやつがいて、パソコンのサイズこのぐらい、ミキサータクトが置くとこのぐらいって言われて、はいはい、そのサイズ感をそのなんというかそのちゃんとそのあったデスクを俺がおしゃれ大臣として買うから、うんうん、おしゃれ大臣、おしゃれた部屋のおしゃれ担当大臣任せた、はい、でそれで天板が白 で、はいはい、で足をね自由に選べるやつ、天板が真っ白で片側がナチュラルウッドで片側がグリーンメタル三角アシンメトリーデスクっていうのを使う俺がその自由に選んでいる、はい、メンバー全員からボロクソに叩かれる。え、それ買う前に相談をしなかった？しないよそんなもん。みんなの前で見て見てかっこいいだろうって出したらもうほんと冷めた顔で、強度はって言われた。その左右の足が違くて片方側がなんか三角形のなんか、俺は90年代の堂本剛に色濃い影響を受けてるから足見取りが世界一かっこいいと思う。みんなからボロクソ言われて、三角の緑色のメタルのメッシュだなんて無理やりその20万ぐらいするそのハイスペック PC ぶっ込んで、もう誰も見てないそこその一角を。おしゃれにしたかったのに、みんなが見ないようにしてる、見ないように隠して、隠してる、足目足を見ないようにしてる。難しいですね。自分でカスタマイズできるってなったら、なんかほんとセンスで、動物の森と一緒、自由にキャラ RPG のキャラメイクとかもそう、あなんかならない、できない、かっこいいキャラに。なるほどな。部屋、自分の部屋とかじゃなくて自由にしていい部屋あったらいけると思います、うんうん、もう一からもう必要なものとかじゃなくて。いや、どうでしょう、実家の部屋がまずもう壁がないぐらいポスター貼ってあるんですよ。わあ、ポスターあるタイプの人だ。いちいって。そうなんですよ。何のポスターですか？ナルトです。ナルトだけがもうブワーってナルトのストーカーしてる人ドラマに出てくる。本当に引いちゃうと思います、みんな。それはみんなサスケくんのやつ？いや、もうナルト全般、まんべんなく貼ってあるんですね。まんべんなく、サスケくんももちろんいますけど、里だ本当に。なんかなんだろう、あれのれんみたいなやつも壁に貼ったりとか。あ、いいっすね。しててタペストリーのことのれんって呼んでる。あ、違う、ガチののれんなんですよ。のれんなの？のれんを貼ったりしてて、そのデザインが好きなんで。はい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 、はい、で一回そのさっき花の蜜を教えてくれたあの血縁の血縁のおじさんになんか宿題を見てもらって血縁のって言った方がいかがわしいの、なんだよ。ごめんな、俺のせい。そうです、血縁のおじさんに何かを見てもらうっていうので部屋に来てもらうっていう時に、うん、おじさんが、いやでも
女子高生の部屋にみたいに冗談で入るなんてみたいに言って、私の部屋を見た瞬間にヒッてなって血縁を持ってしてもJK の部屋ってなって夢を壊してしまうあれだもんな、踊る大捜査線でさ、そのスミレさんの写真がいっぱい入ってるストーカーの部屋みたいな、あれっすよね、あの GTO の勅使河原の部屋みたいな、そうやめてそれと一緒にしない、冬木あずさ先生の写真がいっぱいあって、それと一緒なのそれぞれのストーカー部屋たとえそうなんですよ、怯えさせてしまったっていう、あ、意外といい話聞けんな、自分の部屋一つでそうですね、どうする、次行く、次行きましょうかね、か、はい、そうだな、54分でまださっき桑原さんが読んだ au をできてないもんな、そうなのな、指定してもらおうかじゃあ、うん、はい、じゃあとりあえずちょっと次何番、何番がいいか、あ、桑原さん何番にする、何番がいいですか、引いてみせる、8 8あ、8は8行きましょう、8行く、マジで、あ、行けますか、行ける行ける行ける、あ、いや、いや、え、あ、いや、え知らねえよ、そっちの想定は知らねえいや、ちょっとごめんなさい、僕の思ったのと順番が違いましたけど、じゃあちょっとあの青木さんラジオいつもやってるじゃないですか、略して何でしたっけ、え、略して何でしたっけ、青木さんがやってるラジオどれ、よなよな、何、よなよな、よなよなじゃなくて、あ、5555、そう、5ってことは8なんやったんや、なんなんだよその言うの、8なんだった、はい、トークテーマ、異世界転生したら使いたい武器、はい、出ましたね、こちらはですね、2023年のプロモーショントーク前としております進めますね、はい、2023年の1月から、うん、アニメが開始さ放送開始されます、au を某極めるため転生、うん、そして世界最強の見習い騎士の、に絡めたテーマとなっております、うんうん、まずは桑原さんの方からあらすじ紹介をお願いします、もう間違いないなぜならば2の1だから2分の1同士だからねau を某極めるため転生す、そして世界最強の見習い騎士で、国や民のために生きた au をイングリスは死の直前、次の人生では自由に生きて武の道を極めたいと強く望む、その願いは女神に聞き届けられ遥か未来へと転生を果たすが、転生後の姿は可愛らしい女の子でというお話です、生きてる、はい、原稿読み桑原ちょっと意識しました、はい、これ知ってんだよ俺、うんうん、序盤も読んだし内容知ってる、知ってる、ありがとうございます、これも来年にアニメ化ということ、そうなんですよね、こちら、アニメ化にあたってですね、今回初の試みですよ、 PV をご用意してます、映像を見るフェーズがね、ついに映像を見るフェーズだ、まあ、そらな、アニメ化作品もいっぱいあるホビージャパンの番組でただ喋ってるわけにはいかねえもん今までが違ったんだ、そういうことでね、まずあの PV を、皆さんと一緒にご覧いただきます、どうする、どうぞ、振りとかなくて大丈夫、どうぞ、村上氏のどうぞで大丈夫、あ、大丈夫、大丈夫じゃないですか、じゃあお願いします、お願いします、何か願いはありませんか、私にできることならば何でも叶えましょう、そうですな、願わくばもう一度生まれ変わりとございます、この人生自分のために生きると決めている、故に英雄になど興味はない、歯ごたえのある強い敵と戦えますように、願い事ハイランドを見たら叶うらしいよ、弾けろバカ、あなたルーンもアーティファクトもないのに魔石獣に向かおうなんて自殺行為よ、国を裏切った聖騎士の身内を信用しろと、そもそもなぜこの方の入学が許されたのです、武を極めるため私が自分に課した唯一の制約、イングリスユーグスとしての誓いだ、英雄王、武を極めるため転生す、そして世界最強の見習い騎士、2023年1月テレビアニメ放送開始、拍手し始めた10秒前から静かにこれが始まるはい、ということで PV ご覧いただきました、はい、いかがですか、いかがでしたかお二方、めちゃくちゃ感じましたね、びっくりしちゃった壮大でしたね、まずそのなんか V 振りの時に桑原さんがなんかぐるぐるドンみたいなここぐらいで黒くフェードアウトしていったからそれでまあ笑っちゃったら一つあるけどすいません、ね、
英雄話的にもね、その、はい、要は、一回そのなんというか、はい、天寿を全うした、うん、老人まで生きた英雄が、はい、少女というか本当に赤子になるところから始まるんですよ。そうなんですね。そうそうそう、その成長みたいなやつも一つの PV に入ってたし、そうそうそう、先が楽しみになるというか、だって原作ファンはめっちゃ楽しみでしょ、もうこれ、うんうん、いやもうね、PV も激アツですからね、うんうんうん、もうちょっとどういう感じになるのか楽しみですよね。あー、その赤ちゃんから角間さんに気づくの早かった。あ、そう、私角間さんにすぐ気づきました。角間さんだすぐわかりますよ。キャラ声でわかんだね、すごいね。そうなんです、うんすごいですね。これなんか赤ちゃんからどんどん成長していく、うん、そうですね、こうちょ時間が飛びつつ、そのなんかこう何歳何歳みたいな感じで話が進んでいくという、壮大なストーリー。赤子とか、はい、その要はこっちの世界で言うと小学生ぐらいのちっちゃいところから激強なの、うんうん、はい、最強ですね。そうそうそう、それも含めてだからアクションとかもいっぱい見られるわけでしょ、うんうん、バトルとかも見れるということでね、楽しみにしていただきたいですね、うん、楽しみ、はい、で加えてですね、こちら、はい、23年1月の放送に向けてキービジュアルの方も、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、こちらどうぞ。はい、こちらもねキービジュアルが出ておりますね、うん、いかがですか、この成長していく様っていうのね、本当だ、いい感じに出てるんじゃないでしょうか。これにもまるっと入ってる珍しいですね、キービジュアルに同一人物が何人も映ってるっていうパターン確かに、そう、最初のね、あのこう転生前の状態から、赤ちゃんから、うん、成長していくという感じのね、真ん中の女神様の右に映ってるのが元の英雄ってことね。そうですね、で赤ちゃんになって少女になって大人の女の人になるっていうのが一枚にまとまってると、時の流れが、うん、本当ね、もうこれ見るだけでも楽しみになっちゃいますよね。いや楽しみ、うん、はい、ということで、テレビアニメの放送をぜひ楽しみにしてください、うん、お願いします、ま、来年の1月からなんだ。そうなんですよ、おでもきっとあっという間ですよ、ね、僕ら仕事でやってるから思うんですけど、うん、あっという間ですよね、本当 ね、本当にあっという間ですよ。いや、紀藤さんとサイン会えた時めっちゃ先じゃんって思った記憶があるのに、あっという間にもう、そうなんですよ、僕らも社内で反則施策とか組んでる時めっちゃ先やなと思ってるんですけど、うん、2ヶ月後に始まるんでしょ。そう、楽しみですよね。もう倫理とかも撮ってますからね、いろいろね。あんま言うな、放送で倫理とか。ちょっとサラリーマンらしさ出していきましたね。はい、ということで、こちらはですね、HA 文庫が、小説8巻が、うん、発売中となってまして、うんうんうん、コミックスの、最新4巻はですね、明日11月の1日発売となっております。うん、でですね、こちらに合わせまして、それある出ますでしょうか。うん、はい、アクリルキーホルダーが10名に当たるキャンペーンが実施されます。おー、いいですね。で、こちらもですね、詳細はツイッターをご確認いただければと思いますので、いいぜひご応募いただければと思います。かわいいですよね、これね。かわいい。いいですね、チビキャラで。はい。さあ、ということでトークテーマいきましょうか。はいはいはい、行きますか。トークテーマは異世界転生したら使いたい武器ということでね。使いたい武器。これはでも、はい、女子って考えるんですか。ああ、でも異世界転生をしてることが多いのでどういうことですか。いや、そういう作品に関わらせていただく。昼は声優、夜は異世界でみたいな生活を実はしてるのか。そんな不思議ちゃんみたいな発言ではなくてそいつを不思議ちゃんだと思うことはできるのかな。もうよく作品で関わらせていただく中で、こういうのあったらいいなっていうのが、なんかざっくりなんですけど、あのブーンってあの魔法陣みたいなの出るじゃないですか、手とか、はいはい、あれ出したいなっていつも思います。その魔法陣を出した後の結果じゃなくて、魔法陣側にフィーチャーされてるんですね。なんか守りたいですね、誰かを。あ、はいはいはい、あ、防御型というか。そうです、なんかピンチになった時にあれをブーンって出して技がパパパパって跳ね返る。縦役だった。しかもそのかいい、もうだからもう主人公が限界の時ですよね。そうです、そうです、もうダメだ、向こうからそのもう連続エネルギーだけ、はい、うわーって飛んでくる中でブンかっこいい。かっこいい。あの文超かっこいい、ね、あの文な、あの文がやってみたい。あれでもあれですよね、武器一応だからトークテーマ的にはこの、使いたい武器で、これだからもう本当に詠唱もなしに縦ぐらいまでだったら出せるタイプの高度な魔術師ですよ、絶対。バリアが張れる。そうそうそう、そのぐらい、もう別に防御魔法ぐらいだったらもう眠っていてでもできるわ、うんうん、いいですね、中盤から出てくる強めのキャラ。それめっちゃいいですよね、なんかこう、はい、一見めちゃくちゃボーっとしてると見せかけて、うん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 、後ろから切りかけられても出てるみたいな、ね、出てるみたいな、あれいいっすよね、常に縦は出てるみたいな。そう、あのめちゃくちゃ余裕の顔してて切りかかったやつめっちゃびっくりしてるんですよ。あーにみたいな感じでね、こいつならやれそうだぜ
成分分っていうのはもうあの背中の筋肉がバキバキみたいな動きしたけど、そう背中から来られてるのになんか出ちゃうみたいなあれが、あれどっちがいいですかその、意識的にそのぼーっとしてるのはキャラで本当は常に意識を張り巡らせてるタイプと、はい、本当に無意識に全身が俺だからその子供の頃からそういう風に育てられてるから無意識に全身がもう縦が出ちゃう、縦が出ちゃう、縦が出ちゃう、何その変なやつ、縦が出ちゃう子どもの頃からいろんなその視覚に襲われ続けてきたから、はい、寝てる間でも縦が出ちゃう、ここで張ったがみたいな感じで夜中に来るけどブンってなっちゃう今のところ桑原さん側に何の意識もなくてそうですねブンってブンが出ちゃ う勝手に桑原さんのモチベとかは何なのそれ何だろう、でも、ナチュラル天然側の方がいいのか、実は全部分かってて戦ってるタイプがいいですか。うわーでも出したいっていう気持ちもあるんですよ。確かに。でも今後ろから切りかかられた時の文もかっこいいなって思ったんで、どっちもやりたい。でなんかその文が出ちゃうから好きな人、文が出ちゃう魔法が出ちゃうんですよね。でも 触ってもらえない悲しさみたいな。あ、それいい。これいい。愛する人めちゃくちゃいい。遠ざけてしまう。抱きしめることができない。いいそんなに調整できないよ。敵意ゼロでこうしても文が出ちゃって、向こうはこうなってる。あってなっちゃう。文ごと。それでも何度も向かってきてくれる。そうですそうです。ドキ。お話できそう。縦が出ちゃうのだ。私縦が出ちゃうのだ。出ちゃう。それでもいいだ。そうなんですよ。どうですか大木さんは？武器な。うん、なんかその現代社会の、はい、その2022年、うんうん、36歳の子男は、はい、自分から離れたものを求めるのであれば、はい、できるだけでかくて重い武器がいい。おお。こういう剣ですか。あーいいね、ザンバ刀も。ザンバ刀の世代だよね。これね、クラウドガッツ青木優馬だよね。あとあれですよね、初期の佐之助ね。あーそうそうそう、最初期だけ持ってて途中からなくなるやつ、ね、ザンザと呼ばれていた頃、ね、そう最初期の佐之助、途中からもう小武士だから。そうそうそう、ね、ザンバ刀もいいけど、なんかでもちょっと剣はかっこよすぎるなと思うの。もう鉄球みたい、鉄球モーニングスターみたいな、棒の先に鎖がついてて、その先にトゲトゲの鉄球がついてる。あれですよね、あのドラクエの攻略本で絵を見て、そうこれかってあるやつね。モーニングスターどういう感じなんだみたいな、ね、あれは欲しい。そうなんだ。それを別にあの今の俺の状態で持ちたいかっていうか、うん、本当に異世界の俺はもうトロールみたいになって欲しい。でっかくでっかいやつ、本当に、はい、おでがみんなを守るか泣けますよこいつの守るかい小原さん。そうですね、小原さんが盾が使えるにもかかわらず、はい、別の町で別の任務に当たってて、はい、その瞬間町のみんなが危険にさらされて、あの戦うしか能のない俺が守る側に回るんです初めて。小田のみんなゆきちゃんが帰ってくるまでおでがすごい燃えてるんですよね後ろで。そうそうそう、最後の一撃を俺が襲う、俺を襲うってタイミングでブン。ゆきちゃん来た、つながった、まさかの。気持ちよかったな今。最高のブンでしたね。ここやってなります。ここや。何これ。おい HJ さんアニメにしてくれよ。HJ ならできんだろ。もう本当に20秒でいいから。俺トロールがもう本当に全員のそのこのラノベリテラシで勝手にそれまでとその後は想像するから。どうせ俺はもともと悪い魔物と間違えられていて、村人と遊びたいのに傷つけちゃうやつで、でも守って。守って。小原さんはその時来れなくて、でももうやってきて。できる。声やりましょう二人で。やろうしかないです、ね。青木さん声優デビューだついに。いやなんかこのテーマね正直いけるかなって感じあったんですけど、はい、いけましたね。いけるいやなんかしょっちりいけましたね。
はい、あー、終わった。いやー、今日もね、テーマトークたくさん喋りましたね。そうですね、本がたくさんあります。終わるか。そうですね、エンディングいきましょうか。はい、ではエンディングに参りましょう。笑った笑った、ね、エンディングテーマがかかるんですよ、これ。あー、エクアールさんのセリフですよ。全部言わないでください。エクアールゆきあうきゆまのおしゃべりな本棚アットライブ、終わりの時間になりましたよ。はい、ここでホピージャパンさんからのお知らせです。はい、新刊告知 PV が毎月発売油断した、毎月発売日の前日にこちらのチャンネルで公開されています。本日発売日前日ということで HJ 文庫とコミックファイアの新刊動画がアップされていますということで、21時公開なのでアップされてますかね。ぜひ発売前に新刊をチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。お願いします。そして、今月ピックアップしました英雄王武を極めるため転生す、そして世界最強の見習い騎士、あとですね、魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたのだがどうめでればいいの情報は概要欄やホームページでチェックしてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、そしてテレビアニメの情報です。今回ご紹介した異世界最強 TS 転生ファンタジーテレビアニメ英雄をブブブまたビってちゃった英雄をブを極めるため転生す、そして世界最強の見習い騎士と、まったり異世界スローライフファンタジー神たちに拾われた男シーズン2はどちらも2023年1月放送開始です。すげえ、 HJ2 コンテンツアニメだ。そうなんですよ、すごい。神たちに拾われた男、そうか、もうやるんだ。1月ですね、うんうんうん。最新情報は公式ホームページ&ツイッターでチェックしてください。こちら神たちに拾われた男には私もエリアリア役で出演させていただいております。エリアリア役、すごいスピーディーな言葉。エリアリア役エリアリア役です。こちらのキービジュンの、ね、はいはいはい、下にいますね。そうだ、エリア田所さんの主題歌好きだった。あ、優しい世界、優しい世界いいっすよね。私も何度も聞きました。オープニングっぽくないあの穏やかな感じ、本当に優しい。もう作品自体も優しい作品なので、もうぴったりの主題歌だったんですけれども、うんうんうん、1月か、楽しみだな。きっとすぐなんだろうな。これ来年以降も、うん、もしこの番組が続くとしたらこれらの特集というかその最新情報みたいなのも番組でお届けするかもしれない。そうですね、やりたいですね。いいっすね、やるしかない。やるしかない、やるしかない、やりましょう。来年以降も続けていきましょう。お願いします。続けていきたいですからね、続けていきましょう。はい、ということでございまして、この番組はアーカイブに加えてなんと公式の切り抜き動画やショート動画も、このチャンネル内でアップしておりますのでどちらもよろしくお願いいたします。お願いします。全然コメント読まなかったな今日、そういう。ちょっと見よう、ちょっと見よう、ごめんね、ごめんね、見ましょう、見ましょうね、見ましょうね。けど MacBook の使い方が分かんなくて、絶対一番上にどうやったらいけんのこれ。あー、いけたか。いけますか、大丈夫、大丈夫ですか。でもめくり方も分かんないよ、これか、こういうことか。 OKOKOK、すごいたくさんコメントいただいてたんですね。あってもなくてもいい時間だ。そうだね、量の話だけしたわ。あ、けどツイッターとかでもね、結構あの、はい、神たちに拾われた男2期楽しみとかいう声もね、うんうん、いただいてますし、ありがとうございます。あ、やっぱちょっとあれですね、その文が出ちゃう話受けてますね。あ、文が出ちゃう話ね。文が出ちゃうのやっぱ面白かったですからね。これがショートで伝わるかな、魅力。あの、あそこうまいことね、なんか 1,2 分にまとめて。そうですね、なんか文って言ってるだけで 1,2 分ぐらいありそうですけどね。あの話何だったんだろう。めっちゃ面白かった記憶だけがあるけど。そうですね、すごい言ってらっしゃることはめちゃくちゃわかるんですけどね。めっちゃわかる。嬉しい。やっぱ全員のそのオタクとしてのラノベリテラシーがあるから、ね、頭の中にあのアニメだとこう描かれるっていうところまで描けてるんだよね。 ありがたい。なんかあのこう使ってみたい武器もいいですけど、やってみたい描写みたいなものに2時間ぐらいいけますよね。無限にできる、無限にいくらでもできますよ、ね、あれっすよね、その振られた剣の上に立ってるやつやりたいですよね。やりたいね。これストン。ごめん、もう一個もカメラに映ってない。そうそうそう。相手の剣の上でこう乗っているやつ。乗りたい。奥さん今腕がギリギリぐらいでしたね。全然。そう、ここまでを伝えた。いかに軽やかかって。乗りたい、乗りたい。いや、この HJ おしゃほんでしかできないから、こういうなんか夢いっぱいの話。誰からもそれをバカにされない。いや、何がいいって冷静なやつがいないってことなんですよ。なんかこの話をしてる時に冷めてるやついると本当に悲しい気持ちになる。みんなで盛り上がりたいですよね。そんな番組で冷めたコメントしないでしょ。やばい、やばいでしょ。僕とかのポジションがそれけど現実的じゃなくないですか。全員がでも一丸となって文を育てたじゃん。そうですね。これがいい番組のゆえんだと思う。 いいですね、やりたいな。はい、ということなので、うん、ぜひですね、こちらツイッターなどでですね感想を書いてくださいね。
お願いします。ハッシュタグ HJ おしゃほんでお願いします。そう、ここで再び桑原ゆうきダブルフリップイリュージョンのコーナーバーン、お願いします。見えますか皆さん、お願いします。見えますか皆さんはちょっと難易度が高いです、ね、お願いします。見えないようにしながら見えますか皆さんの時間だあーどうも、いっぱい動かすのしんどくなって小刻みになってゆっくりとバレた。こちらでお願いしますね、よろしくお願いいたします。真ん中から桑原さんが登場するのか、はい、縦シャイニング、はい世にも珍しい縦シャイニング、シャイニングあ横シャイニング、ジャック・ニコルソンですね、スタンダードお願いします。あ、はい、おしゃほん自体を立てる、はい、終わりたくねえのかよこんな時間が1年でも長くホビージャパンにいたいのか続けばいいのにという、じゃあ終わるか、まあ、来月もあるしね、はい、日程決まったらツイッターなんかでお知らせしますよろしくお願いします。ゆるい、すなわちまだ決まってないでお願いします。果たして11月できるのかということもご注目くださいではではそろそろ終わりにいたしましょうはい、お相手は桑原ゆうきと青木山でした。バイ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 